こんにちは、えいちゃんちゃんです。ただいま、東京駅の、あそこの赤レンガの方ですね。なんとかビルディング、東京駅のところからちょっと今歩いて、まっすぐ皇居広場ってところに向かってるんですけども、今ここは、大手町という駅のところに来てまして、線の、日比谷通りってところに出てきます。もうちょっと行くとなんか皇居の方に行けるみたいなんで、ちょっと行ってみ散策したいと思います。こっち側が一応東京駅です。まっすぐ行ったところですね。ちょっと一応どんな感じかですね、撮影したいと思います。ちょっと今日は寒いですね、めちゃくちゃ。でこっち、自分は東京で育ってるんですけども、こっちの方に来たことないんですよ。なんでちょっとせっかくなんで東京駅の周辺に広がってきたんで、ちょっと行ってみたいと思います。これは大手町駅と、あとは二重橋前駅のとこですね。あ、すげえ、なんかこのお堀がすげえ波打ってるわ、風がすごい強いから。これ大手町駅、二重橋前駅、東京メトロ、すげえ。こんな感じですごい水が荒くなってますね。ちょっと楽しみだな。風、こういう感じの、これもうすごい石垣がリアルにありますね。ちょっと行きます。皇居外苑、あー、なんか皇居っぽくなってきたな、うん、結構こういう芝生があって、なんかあったかいとこ来たら気持ちよさそうだね。ちょっと奥まったとこに入れば何も聞こえないと思うし、雑草とか雑踏とかか、手がすげえ今日寒いわ、かじかんできたわ。この前のあれ思い出すわ、あのめちゃくちゃ、あ、なんつうんだろう、あのもう大雪の 1.22 を思い出すわ。ちょっともう行くしかないでしょこれ。はい、じゃあこれちょっと一旦切りたいと思います。でまたちょっと第2弾やります。